あべの橋ターミナルビルあべのハルカスあべのハルカスは、大阪府大阪市あべの区あべの筋1丁目に立地する、近畿日本鉄道の超高層ビル。近畿日本鉄道大阪あべの橋駅、近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店、大阪マリオットとホテルなどを内包する、複合商業ビルである。通称は、ハルカス。2010年1月9日に着工され、2014年3月7日に全面開業した。百貨店、オフィスホテル、美術館、展望台などで構成される超高層複合商業ビルである。北南に次ぐ大阪第三の繁華街である天王寺、あべののランドマークであり、近畿日本鉄道及び近鉄グループのシンボル的存在である。近鉄南大阪線のターミナル駅である大阪あべの橋駅に直結している。また、JR 西日本、大阪メトロの天王寺駅とも隣接している。2020年現在、日本で最も高いビルであり、日本初のスーパートールでもある。ビル固有の郵便番号は545から60、XX。2017年、グッドデザイン賞を受賞。近鉄の前身である大阪鉄道が大阪あべの橋駅構内で1937年から営業を行ってきたあべの橋ターミナルビル9本館の建て替え計画により建築された建物であり、建築規模は高さ300メートル、延べ床面積21万2000平方メートル、地上60階、地下5階である。2011年2月から地上工事が始まり、2014年3月に竣工、同年3月7日にグランドをオープンした。工事中の2012年8月時点で高さ300メートルに到達し、横浜ランドマークタワーの高さを抜き、日本一高いビルの称号が大阪に移った。9本館の老朽化に伴う建て替え計画は、2006年の秋頃から具体的な検討作業が始まった。計画当初は、航空法による高さ制限が約295メートルの制限区域に入っていたために270メートル前後の高さを予定していたが、2007年春の航空法の改正により制限がなくなったことを受け、日本一の高さとなるビルを建設する計画へ変更し、同年8月8日に総事業費約1300億円をかけ高さ300メートルの超高層ビルに建て替える計画を発表した。300メートルとした理由については、霧の良い数字であり、日本初のスーパートールになることと、高さ制限が青天井ではいずれ抜かされるところまで考慮したものであり、同日の記者会見で、近鉄の岡本直行副社長は、平成の通天閣として親しまれるビルにしたいと、意気込みを語った。ビル名称のハルカスは、古語のハレルカスに由来しており、平安時代に書かれた伊勢物語の第95弾では、以下で物腰に対面して、おぼつかなく思い詰めたること、少しはるかさんという一節が記されている。この言葉には、人の心を晴れ晴れとさせるという意味があり、ビルの上層階から、晴れやかな景色を見渡して、爽快感を味わえることや、多彩で充実した施設で来訪者に、心地よさを感じてもらいたい、という思いが込められている。なお、地名は、あべのであるが、これに関しては、大阪、天王寺、情報などの案もあった。しかし、日本一の超高層ビルになることで、知名度を上げていけるのなら、あべのを全国区にしたいという意図により、あべのが採用された。外観デザインに関しては、ペリ・クラーク・ペリアーキテクツ代表のシーザー・ペリが監修を務めた。ペリは台湾の台北101が建設されるまでは世界最高層ビルであったマレーシアのペトロナスツインタワーなど数々の超高層建築物の設計を務めていた。大阪では過去に国立国際美術館、大阪歴史博物館などを設計している。建物は全面がガラス製で覆われたカーテンウォールであり、3段階にセットバックする立体構造となっている。各段階の屋上空間には緑地空間が設けられ、周辺の公園施設と協調して、緑のネットワークを形成するほか、建物内部では吹き抜け空間を利用した、光と風の道を創出することで、エネルギー消費量を低減するなどの環境対策が取られている。あべのハルカスの低層階には、近鉄百貨店と美術館、中層階には、オフィス、高層階には、ホテルや展望台が入居している。あべのハルカスは、設計全般を竹中工務店、外観デザインを竹中工務店とシーザーペリ、施工を竹中工務店、奥村組、大林組、大日本土木、千高組からなる共同企業体が担当した。施工場所は、道路、鉄道が複雑に入り混じる交通の結節点であることに加え、百貨店の東館を営業しながら、立体的に複雑な構造の超高層ビルを敷地いっぱいに建設するという工事であり、竹中工務店の作業所長に日本一難しい現場と言わしめるほどの難所であった。準備段階として大阪辺野橋駅のプラットホームを移動させた上、百貨店の仮店舗の設置や増床工事に取り掛かった。2009年3月より旧館の解体工事を開始。同年内にはほぼ完了し、2010年1月よりタワー間の基礎工事を開始した。耐震性能は最新の耐震技術と免震技術を組み合わせている。阪神大震災をもとより、今後発生が想定される上町断層地震や嶺南海連動大地震に対し十分なシミュレーションを行い、最高水準の安全性を確保している。地下部分の施工は逆打ち工法を取り入れ、地上部の工事を並行して進めており、PC 化やユニット化を徹底することで、作業効率の向上や安全の確保を図っている。余分なスペースがない中で、大きな課題の一つであった資材及び機材置き場の確保については、セットバック構造により生まれる空間を有効活用することで解決する計画であった。また、竹中工務店では、施工における各分野のスペシャリストを結集し、幾重もの徹底した検証を経て、あらゆる不安要素を排除した。2015年に、日本建設業連合会主催の第56回 BCS 賞を受賞している。環境性能は、CO2 の削減のための特徴は2つある。1つ目は、ボイド空間である。ボイド空間は、建物の中央部分に筒状に設けた吹き抜けのことである。これにより、自然光と風を建物内部に取り込むことができ、建物内でも自然光で明るく、自然通気させることにより、夜の冷たい空気により朝の空調負荷を軽減される。二つ目は、バイオガス発電である。バイオガス発電は、ビル内の生ゴミを利用して、発電を行うものである。ホテルや、百貨店、レストランで非常に多くの生ゴミが出るので、これをバイオガス発電により電気に変えてオフィスの照明に回している。地下2階から地上14階には各店舗としてあべのハルカス近鉄本店が既存の本館と合わせて売り場面積10万平方メートルと単独の百貨店としては日本最大の規模に増床して入居しており、近鉄百貨店はこの増床に約230億円を投資している。2012年11月、近鉄百貨店は、あべのハルカスの全面開業に先行して、低層部の百貨店タワー間部分を2013年夏に開業させると同時に、店舗名を近鉄百貨店あべの本店から、あべのハルカス近鉄本店に改めると発表した。そして、2013年5月には、あべのハルカス近鉄本店タワー間の先行開業日が同年6月13日と発表され、タワー間の概要資料が公開された。6月13日にタワー間が開業した後は、旧新館を順次改装しウイング館としてリニューアルが進められ、10月10日には第2期分としてウイング館の4階から8階までがオープン。2014年2月22日には、ウイング館の地下2階の一部と、地上2階から4階までが専門店街、ソラハとしてオープンした。これにより、ウイング間の残りを含めて、あべのハルカス近鉄本店が全面グランドオープンした。オフィスエリアは1フロア2400平方メートルと大阪地区有数の広さである。照明設備に LED や内部吹き抜け空間を利用し、自然採光や自動調光システムを利用するなど、最先端設備を多数導入しており、省エネルギー性を実現するように工夫されている。なお、オフィスのメイン照明、廊下及びロビー照明に設置される LED 照明には、同オフィスに入居しているシャープ製の製品が採用された。オフィスワーカーのサポート機能には、金融機関やカフェなどの利便施設のほか、近鉄保育園、ハルカスが設けられている。近鉄保育園、ハルカスは、近畿日本鉄道が初めて運営する保育園である。同オフィスで働くオフィスワーカーの子供だけではなく、近鉄あべのハルカス本店やホテル、美術館に来場した客の子供の一時、預かりサービスも実施されている。なお、高層階オフィスフロアに行く際には、17階のセキュリティゲートを通らなければならず、部外者は、訪問時には、訪問先での事前登録の上、17階の受付で許可を得て IC カードの貸与を受けなければ入場できない。主なテナントにはシャープの営業拠点が入居している。大阪市内に複数ある営業拠点を集め経営効率を高めるのが主な理由であるが、あべのハルカスが関西の玄関口である関西国際空港からのアクセスの良さに加え、最高級ホテルや百貨店が入居するため日本国外から訪れる取引相手との商談に便利であることも入居の決め手となった。また、18階の銀行や証券会社を集積する金融フロアに池田泉州銀行が入居している。23階24階には大阪大谷大学、四天王寺大学、大阪芸術大学、阪南大学が100坪の300坪程度のサテライトキャンパスを開設している。その他、大阪市立大学医学部附属病院が公立大学法人として全国初の健診施設である先端予防医療部附属クリニックメドシティ21を21階に開設した。関西電力や奥村組など50社以上からも入居の申し込みが寄せられている。16階にはあべのハルカス美術館があり、特別顧問には、シカゴ美術館東洋部長や大阪市立美術館や、金沢21世紀美術館、兵庫県立美術館の館長を歴任した美野豊が、また館長には、大和文化館館長の浅野修剛が就任している。ターミナル立地にふさわしい、誰もが気軽に、芸術、文化を体験し楽しめる都市型美術館を、コンセプトにし、国宝や重要文化財の展示や、近鉄沿線の文化財に焦点を当てた企画、西洋美術、現代美術などジャンルにとらわれず、多彩で魅力のある展覧会が開催される。また、火曜日から金曜日までは、仕事帰りでも立ち寄りやすいように、20時まで開館している。58階から60階は、ハルカス300という展望台として、一般客に、有料で開放。年中無休で、基本の営業時間を9時22時に定めている。営業時間中には、ハルカス側が極度の混雑を見込んだ場合を除いて、入場者に滞在時間の制限を課していない。また、時期によっては、開場時間の繰り上げで、営業時間を延長することもある。なお、以下に記す料金やサービスは、2018年3月時点での、情報に基づいている。そのため、今後の状況によっては、変更の可能性がある。特別営業大阪マリオットとホテルの宿泊者には、上記の営業開始時間より早く、早朝特別営業扱いで、ハルカス300へ無料で入場できる特典がある。また、京都祭、PL 花火芸術、浪速淀川花火大会の当日には、展望台フロア内から打ち上げ花火の観覧を見込めることから特別営業を実施。花火が上がる方向に特別観覧エリアを設けるとともに、そのエリアへの観覧希望者に向けて通常の入場券より高額な特別入場券を枚数限定で事前に販売している。ただし、特別営業を実施する場合でも、チケットカウンターでは当日入場券を発売。特別入場券以外の入場券を購入した入場者にも、特別観覧エリア以外のフロアで花火を観覧することを条件に、特別営業の時間帯での入場を認めている。さらに、オープン後最初の元日であった2015年1月1日には、初日の出の出現を見越した入場者限定の早朝特別営業を出現予想時刻の前後に実施。展望台フロア内の観覧エリアからの観覧希望者向けのレギュラーコースと屋上のヘリポートからの観覧希望者が対象のプレミアムコースを設定した上で枚数限定の特別入場券を2014年10月31日から発売した。ちなみに2015年の元日には大阪マリオットホテルの宿泊者もレギュラーコースと同等の扱いで早朝特別営業に入場。早朝特別営業が終了した7時30分には通常より30分早く一般営業を開始した。入場、退場方法。ハルカス300の入り退場口は16階に設けられている。2階、地下1階の北南角にあるハルカスシャトルで16階へ移動した上でゲート近くにあるハルカス16階チケットカウンターで当日券を購入し、当日券に印刷されている QR コードを改札機タイプの入場ゲートにタッチして入場する。あらかじめネットやくつろぎの森で日時指定券を確保した場合には、指定した時間までに、ハルカスシャトルで移動し、ハルカス16階チケットカウンターで、入場券と引き換えれば、当日券と同じ方法で入場できる。前述の大阪マリオットホテル宿泊者向け早朝、営業時は、チェックイン時に渡される入場時間が指定された、入場チケットを、直接係員に渡して入場する。入場ゲートの先には、16階から60階までの間を分速360メートルで移動する展望台エレベーターを2基稼働。展望台への移動中には現在の高度をデジタル映像で表示するほか、宇宙の星をかたどったイルミネーションや光の帯を後部の壁に組み込まれたスクリーンへ次々と映し出している。59階には退場用のフロアを設置。ハルカス300から退場する場合には、展望台エレベーターに乗って、16階の入り退場口へ移動する。入り退場口を出た後には、ハルカスシャトルで下層階に降りるか、入り退場口の外にあるエスカレーターで1階の乗り継ぎを挟んで14階まで移動できる。東京スカイツリーなどの展望施設と同じく、入場券を入場ゲートへのタッチに使用した場合には、ハルカス300を一旦退場するとその券では再び入場できない。ワンデーチケットの場合は購入時に手に押されるブラックライトに反応するスタンプとワンデーチケットをプレミアムパスの場合は裏面をそれぞれ提示し新たに入場券を入手し再入場する。フロアの概要を60階エスカレーター付近60階の内装58階から60階までのフロアではいずれもリクシルグループが開発したインターロック工法のガラスカーテンウォールで壁面を構成。大阪平野全体や大阪湾のほか、気候条件が良ければ、北方に京都から六甲山系や丹波高地や比叡山や平山地、西方に神戸や神戸空港や明石海峡大橋から淡路島、東方に生駒山系や笠木山地、南方に金剛山系や関西国際空港や泉山脈や紀伊山地、さらに空気が澄んでいればはるかに四国の山々、中国山地、吉備高原、家島諸島や小豆島などの瀬戸内海の島々、鈴鹿山脈や布引山地や高原山地や大甲山脈などを一望できる。また、58階の天空庭園以外のエリアでは冷暖房を完備。58階、59階、60階の間には、入場者が自由に移動できるようにエスカレーターを設けている。58階には、3層吹き抜け構造の屋外広場、天空庭園、スカイガーデン300、男女トイレを配置。スカイガーデン300では、天空庭園の一部にも座席を設けているほか、テイクアウトにも対応した飲食物を天空庭園内で飲食することを認めている。59階には、前述の退場口に加えて、アベノハルカスに関するグッズを販売するショップハーカス300を設置。ビル内のトイレとしては、日本一高い場所にある東側の男女トイレには、東方の景色を一望できるように、壁面の一部にガラスカーテンウォールを使用している。なお、時間帯によっては、60階でも一部のグッズを小型ワゴンで販売することがある。スカイガーデン300天井回廊から見たスカイガーデン300、ハルカス300では、いずれのフロアでも外部からの飲食物の持ち込みを禁じている。その一方で、58階でスカイガーデン300を営業しているため、58階から移動しない限り食事は可能である。スカイガーデン300では、地元、近畿地方の食材を用いたメニューや、パイン飴ソフトクリームなどを提供している。また、元日の一般営業では、時間帯、数量限定で甘酒を入場者に無料で振る舞っている。天空庭園では、イベントの開催、テレビ番組の生中継に対応した、ウッドデッキを中央部へ設けるとともに、窓際に、植栽や四季折々の花を配している。また、ウッドデッキと西側の窓の間には、人間が一人往来できる程度の隙間を挟んで、60階まで達する高さの柱状構造物を2本設置。4月下旬5月中旬及び7月下旬から8月上旬には、この隙間を縫う格好で太陽が大阪湾方面に沈む光景を、ハルカス300内の全フロアで鑑賞できる。また、天候や季節に応じて、様々なイベントを開いている。過去には、吉本新喜劇史上初めての天空ライブや、アベノハルカス近鉄本店の福袋企画と連動した、公開結婚式、ウッドデッキをスクリーン代わりに利用した、ハーカス300コート音のショーの上演などを実施した。2015年からは、5月下旬から9月下旬までの期間限定で、ハルカス300ビアガーデンを営業。また、従来は不定期で実施していた公開結婚式を10月からハルカスウェディングでの2次会、新郎新婦の大阪マリオットとホテルのスイートルームへの宿泊などを組み込んだ事前予約式50名まで列席可能の結婚式プランのメインイベントとして本格的に開催する。2018年には西側のツインタワー部分をモニターにして大画面でテトリスがプレイできるイベントプレイテトリスタワーが開かれた。天井回廊60階はフロア全体にガラスを配した屋内回廊、天井回廊で構成。床部分の高さは約288メートルで日本の屋内展望台では東京スカイツリーに次いで2番目に高い。また、ビルにおける展望台としては、日本一の高さである。なお、西側の窓際には、58階まで見通せる、強化ガラス製の床を敷設。58階への吹き抜けに面する壁にも、ガラスカーテンウォールを入れているため、吹き抜けを通じて、ガラス越しに、天空庭園の様子を一望できる。また、前述の特別営業では、フロアの一部に入場者限定の展望エリアを設けている。ヘリポート地上300メートルにある屋上には、災害時、非常時に備えて、ヘリポートを設置している。また、北東と南西の角では、大阪市消防局が、火災監視用の高所カメラを1台ずつ稼働。吹き抜けと接する中央部では、風向風速計発信機を通じて、日夜風を観測している。このため、オープン当初は原則として、ハルカス側の許可を受けた関係者にしか屋上への立ち入りを認めていなかった。しかし、ハルカス300では2014年5月7日から、入場者への有料オプションサービスとして、ハルカス300ヘリポートツアーを試験的に実施。当初は5月31日で終了する予定だったが、入場者からの評判が高いことなどから、6月1日以降も継続している。2015年9月20日から一時休止していたが、同年11月21日から再開した。ヘリポートツアーは、悪天候時や非常時などを除いて、開場後から1日に数回開催。移動を含めて、約30分間のツアーで、ハルカス300上の入場料とは別に、参加料として、一律500円を徴収している。1回につき、先着順、最大30名単位で、原則として、日没の直前まで実施。季節や天候によっては、日没後から20時までの時間帯に、夜のヘリポートツアーを催すこともある。また、基本として60階のインフォメーションカウンターで、参加当日に申し込みを受け付け、60階とヘリポートの間に、傾斜の急な階段や段差があることから、参加者には、年齢、健康状態、携行できる荷物などの制限や条件を課している。ヘリポートへの滞在時間は、約15分間で、手持ちの撮影機器による、写真撮影を条件付きで認めているほか、ハルカス360階と同様の有料フォトサービスをヘリポート上で実施する。なお、2015年9月から11月までのヘリポートツアーの休止期間中に、忍び返し、侵入防止ネット、階段手すり柵乗り越え防止ネットを設置。再開後は、申し込み時のツアー最低参加人数を2名に変更するとともに、参加者には注意事項を遵守する。同意書の受領を義務付けるようになった。その一方で、再開前は、特別営業時を除いて実施していなかった、参加日、時間の予約受付を、近畿日本ツーリストグループの主要支店、営業所や、JTB グループの大半の店舗限定で、開始している。2015年の元日早朝特別営業では、初日の出の出現が予想される、時間帯に、プレミアムコースでの入場者だけを対象にしたヘリポートツアーを開催。悪天候などを理由に主催者の判断でツアーを中止した場合には、プレミアムコースでの入場者に対して60階のインフォメーションセンターで当日中にツアー相当分の料金を払い戻すことになっていた。実際にはヘリポート上でフォトサービスを実施しなかったものの、ツアー自体は予定通り開催。その結果、ツアーの参加者は、ヘリポート上から初日の出を鑑賞できた。2016年以降も、同様のコースで、早朝特別営業を実施している。エッジ・ザ・ハーカス・エッジ・ザ・ハーカスの参加者2018年には、地上300メートルの最長端部に、幅約60センチメートル、全長20メートルの手すり付きデッキを、逆三角形状に設置。ハルカス300のオープン4年目にあたる同年3月7日から、このデッキを、エッジ・ザ・ハーカスという有料のアトラクションに使用している。エッジ・ザ・ハーカスでは、衣服の上から専用のユニフォーム、ハーネス、安全ベルトを装着した上で、およそ7分間にわたって、デッキの上を歩行。断崖絶壁さながらに、地上300メートルから真下を見下せるほか、同行するスタッフが、デッキ上で参加者の記念写真を撮影する。1日に数回実施。ハルカス300の入場料とは別に、参加料として、一律1000円を支払うことを条件に、1回につき5名まで参加できる。また、参加者には、フォトサービスを無料で提供。前述した記念写真に記載される QR コードや URL からのダウンロードによって、当該写真のデジタル画像を入手できる。当初は10時から18時までの営業だったが、2018年7月14日からは21時までの夜間営業を開始した。ただし、低温の強風がデッキに吹き込む可能性が高い冬季には営業を休止する。サービス60階の南西角には、記念撮影用のフォトスポットを設けた上で、1枚1200円のフォトサービスを随時実施。撮影機器を持参している場合には、スタッフに撮影を依頼すれば、有料分の撮影に入る前にその機器で写真を1枚、撮影する。有料分の写真については、撮影の直後に現像。利用者は現像内容を確認した上で、写真の仕上がりに納得すれば購入できるようになっている。なお、購入を希望した場合には、撮影した写真を、あべのハルカスのシルエットをかたどった立体台紙に無料で封入する。60階のインフォメーションカウンターでは、希望者に対して、ハーカスウィンドウを1時間500円で貸し出している。この端末では、実際の方位と連動させたマルチメディア型の解説アプリや、公展示や夜間に撮影した風景の動画を閲覧できるアプリなどを利用できる。天王寺駅周辺。ありがとうございます。